2008年のパリモーターショーで発表された GT by シトロエンは、シトロエンとグランツーリスモが初めてコラボレーションしたスポーツコンセプトカーである。リアルとバーチャル両面から表現した新しいコンセプトカーとして注目を集めたこのマシンを、今度はレース仕様として GT の世界で走らせることが決まったのは2009年春のことであった。エクステリアデザインはオリジナルを手掛けたシトロエンのデザイナー山本匠氏によるもの。ポリフォニーデジタルには連日多数のスケッチが送られ、結果的にオリジナルのフェンダーをワイド化し、エアダクトや空力パーツをふんだんに取り入れたかなり過激なデザインとなった。それをもとにさらにレーシングカーらしくアレンジする部分はポリフォニーデジタルに一任された。実車に必ず見られるボンネットピンや牽引フック、エアジャッキのバルブなどの小物、スポンサーステッカーのレイアウトなどを配置している。もう一つポリフォニーデジタルに任された大きな仕事は内装のデザインである。イメージは近代戦闘機、ハイテクでありつつもレースカーらしい泥臭さもバランスよく漂わせている。ダッシュボード以外の全ての部品は変更され、ハンドル、ヘッドアップディスプレイは実用性重視なデザイン、かつ外観に劣らないエキセントリックな形状となった。唯一デザインが変更されなかったダッシュボードも銅からカーボンに置き換わっている。ヘッドアップディスプレイには速度計、回転計、ステアリング打角、横 G などが表示される。Thank you.